皆さんおはようございます。おはようございます。さあ、いよいよ始まりましたライブアテネ。皆さん心の準備はいいですか？大丈夫です。大丈夫ですか？若干眠そうな人もいそうですけど、はい、今ちょうど10時を回ったところなんですけども、なんとなんと今から5時間の生放送というか生配信で、ここ宮城県白石にある白石情報センターアテネのスタジオより生配信で、ここ重要です、生配信でお送りしようと思います。いいね、どうですか5時間？疲れるね。おい、頑張ろう。ちょっと頑張りましょう。今日まで頑張って。この間、学校でやったプレイベントの時は2時間だったので、その倍以上の時間になりますが、はい、まあね、もうこうして始まってしまいましたので、4月から今日のために活動してきましたよ、私たち。そうね、はい、その長いね、何気に長いです。そうだよ、その成果をね、十分にお伝えできるように、はい、当初からの目的だ、じゃないや、テーマだったまったり感を大切にしながら、5時間という長丁場ではありますが、チーム大野ゼミで頑張って楽しんでやっていきたいと思います。はい、見てくださってる方はどうぞお時間の許す限り、お付き合いください。はい、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあまずはですね、簡単に私たちの紹介をさせていただきます。私たちは一体何者かと言いますと、宮城県名取市にある象形学院大学表現文化学科の3年生大野ゼミ所属の7人です。じゃあ簡単にここで自己紹介を。はい、はい、じゃあしゅんくんから。はい、しょんからで。ションさん、ションくんから実名を伏せておきますが、大野ゼミの料理当番ことションです。はい、イエイ。はい。やっといいかな。なおか。なおなおなお。こういきましょう。こういこう。なおです。精一杯頑張ります。はい。みえちゃん、ジュンです。このゼミではツッコミ役やってます。よろしくお願いします。はい、イエイ。はい、トモです。北沢トモミです。はい、言っちゃった。はい、頑張りますのでよろしくお願いします。はい、カトです。まあ、無言とかやめようよ、まず。一応、いじられキャラとして、オノゼミで。ナオとキャラかぶってるよ。かぶっちゃってね。ナオの方が上。すぐ負けるんだ。俺負けていいわ。よろしくお願いします。はい。さえですって言いながら、ここにちょっと説明書いてあるんですけど。はい。はい、病み上がりなんでちょっとお聞き苦しい声ですが、よろしくお願いします。頑張ろう。はい、プリンです。ゼミではそうですね、ムードメーカー。いなきゃダメなキャラ。はい、頑張ります。はい、それで7人でお送りしようと思います。実は今日2009年11月1日はですね、ここ白石を会場といたしまして、第1回象形メディアフェスタ2009、今から書きたい白石遠近法という表現文化学科主催の総合文化イベントが行われていまして、私たち大野ゼミだけではなく、他の8つのゼミも映画やクレイアニメ、展示などのさまざまな方法で今までのゼミの研究活動成果を発表しています。大野ゼミは今回このメディアフェスタ全体の広報活動も行っておりまして、後ほど各ゼミのことについては詳しく紹介していきたいと考えています。はい、では大野ゼミでは普段何をしているのかといいますと、主に地域ブランド、ジブランドの研究になりますね。はい、ジブランドと言われても詳しくご存知の方は少ないと思うので、ここで高橋くん、プリンからですね、プリンから、はい、普段私たちが使っている教科書をもとに、ジブランドとは何なのかということを簡単に説明していただきたいと思います。これですね、普段私たちが使っている教科書。ジブランドですよね。はい、ジブランドです。ジブランドとはですね、その地域を、そして日本をもっと元気にする。はい、それがジブランドなんですよ。まとめた。
まとめた、まとめゾーンです。それ終わりじゃないですか。あ、もっと言ってもっともっと、どんどんカメラ目線行っちゃって。じゃあジブランドって何なんだよ。量伝え。他のブランドとはね、その他のものと区別する目印になると、はい、でその独自の価値を持ったものが、持ったものでそのみんなに知らしめる機能があるんですよね。はい、それでまあ大丈夫かな。お前がない。もうブランドにとってオリジナリティっていうのは重要でして、まあ、はい、それはもう決して形だけじゃなくて目に見えるものだけじゃないんですよね、はい、そこで、まあ、僕たち大野ゼミは各市町村のキャッチコピーにもう着目しまして、はい、そうですね、調べてたわけなんですね。はい、そういうことです。はい、ありがとうございます。そうです。素晴らしい、さすがプリン、さすがプリンだな。はい、ということでですね、一口にジブランドといっても本当にいろいろなものがございまして、その中でも私たちはその地域に、さっき高橋プリン君も言ったんですけども、その地域に一つはあると思われるキャッチコピーというものに着目して4月から研究してまいりました。研究の方法はじゃん、こんな感じで、日本列島をですね、日本列島を7等分しまして、割り振りましてですね、それぞれ自分の担当している地域にはどんなキャッチコピーがついているのかなということを調べ、多く使われている言葉や特徴などを研究し分析してきました。私、広いね、ね、でかい、でかい、ね、東北と北海道全部だもんね。そうです、まあそうですね、こんな感じで頑張ってきましたので、海をまたいで、はい、キャッチコピーは、そうですね、はい、キャッチコピーは本当に奥が深くて、短い文章の中でいかに自分たちの住んでいる地域をどれだけアピールしていくかが重要になるんですけども、どうも調べてみたらアピールしきれてないんじゃないかなと思うようなキャッチコピーも多々ありまして、結局どこも似たりよったりになってしまっているなというのが私たちの第一印象でした。もちろんその反対に、これは素晴らしいだとか、これは面白いというようなキャッチコピーもたくさんありましたね、調べてみたら ね、はい、ね、そう、そういうのも後ほどあと発表していくのでご覧いただきたいと思います。あと、そのアピールするという目的よりもスローガンとして、その地域の今後の方向性や目標をキャッチコピーとして掲げている地域もありまして、キャッチコピーの使い方もその地域ごとに違っていて、そこも面白い点でした。